よっしゃっと。あれ？ダスティ、これはフライデーナイト。いつものように間違いないライブが言い過ぎ。これは言い過ぎなんて言うことも一切ない。まるでマンデー。いつものようにフライデー飛んでいくだけ。間違いないね。なくなしの金手に取ってどこ行くかわからないけど、この先の方向。見据える先動向。まるでアスファルトの上を歩く。まるで地べたをそう使いつくばる。基盤を高める。絡める。物は何っていつものようにまるでキャラメルみたいにうまいもんを食う。その上でそう何を感じるかわからないけど、この横の景色の風景でいつものローリーとマイウェイ。Hey、適当な感覚でいいような感覚。これは無知打のフリースタイル。Hey、よ、まあ適当な感覚。これはフリースタイル。まるでそう輝くライガークリスタイル。いい感じ。わからないけど MIC 掴み出す瞬間。をやり出したこの音楽ならばブンバック。 Hey yo IKB 池袋のこの層、夜空の中に生まれるこの一つのアートトリップのヒップホップ。 Yo 一般停止ジャッキ、そう何を提示するかわからないけど軽視。そうかする前に俺はそうかましていこう、笑っていこう。その前にそうぶちかましていこう。やばいものを食らってく、俺は歌ってく。そううまい飯も食らってく、俺は歌ってく。よう向かってく、この明日の方向。うまい下手の問題じゃなく、俺はそう出していく自分自身の存在。Hey、 まあ適当な感覚でいいじゃん。スピーカーバックを鳴らす俺はフリーダム。よ、気がついた時に火がついた。そしてそう俺なりのヤバい奴らが近づいた。その先の方向にあるものは何って、俺は瞳孔をバッチリと開けていく状態。ような兄弟調子はどうだい。そんな感じ、俺たちの夢はいつだって膨大。 Hey、 まあこんな感覚でいいじゃん。よ、まあラフな感覚、俺はまだ寝起き。登場、これは即興。仕事前に俺はやるフリースタイルモード。はい、適当な感覚でいいじゃん。よ、まるでそう。誰だっけ、兄弟はシージャーって言った、まるであれは沖縄。よ、いつものように。よ、本州はこちら側。県 NG ダボ、まるで神奈川。よ、俺はいつでも言われる、まるでバカだな。よ、知識はまだまだ浅はか。でも深く掘り続ける。これがそう、俺たちの時の探求。クロサンサイファー、間違いない KJ 君、久しぶりにやらないか、俺たち、そう二人の対話。まあ今日は無通知、適当なもんでいい。人数が少ないぐらいが逆にちょうどいい。ラフにタフに決めるマースタンス。Hey yo、 通知は一切出さないスタイル。Hey yo、 まるでスマイル、まるで笑ってる。よ、俺はかましてく、最後ぶちかまして。いい感じだぜ、のらりくらり。今日、そして夢見る景色、先にある方向。何が本物、偽物と本物を嗅ぎ分ける嗅覚。まるでそう、中学1年から2年、3年聞いてたキングギドラにぶった。よ、何かそう被った。キャップだったら LA にニューヨーク。よ、よ、懐かしいな。これはそう、MP ターン。今日、ザ・デイ。言うならばそう、俺たちは金、袖振ったって金なんかありゃしねえ。その分、クリューフィーラッシュありったけ。よ、まるでそう、いつものようにモハメドアリだぜ。それはパンチラインブランカー。ピース、MP、いい感じ。この場所でそう、鳴らす MIC。まだ足りないし、マザファキンライム。この場所でそう、スタンス B。まだまだ俺たちはそう、繋ぎたいものがある。よ、目の前にあるの方向。まるで炭酸に抜けたソーダ。It's my cannon。Hey yo、まるで気が抜けちまうような感覚。その中で何がやれるかが肝心。よ、スモーキンエビデイ。たまにはハイになりて、じゃなくてたまにはローダウンで俺は落としていって、それが肝心だろ。何年経っても変わらないもの、ストリート、コンクリートだけで埋め尽くされるもの、この場所にあるもの、どこにあることわからないけど、このアスファルトの中でしか見えないものを俺たちは提示していくだろう。
ローカルハイ、間違いないローカルかわからない、まあストリート、これは根底心臓部だけで会話できるものがある、ならば今俺はこの場所に吐き出す、このワンバース、適当なもんでいいんじゃねえか。まるで崖口に入れられたあのアートの中じゃそう見えないものは確かにあるだろう。円盤ストリート。まるで針を落とした瞬間、俺たちにしか見えないものがこの場所にある。マイトリック、アートからそうグリップ。いつものように、そう DLIP、俺のパイセン。間違いないぜ。最前線歩いてる彼らに向けてのピース。いつものように俺はそう悲しくて、マイリーズン。Yo、いい感じだぜ。まるで一人のサイファー。ライバーじゃなくそうバイナル、回した瞬間今日何本目、よぶち上がったあの瞬間は何本目とか言った、あれはそうマイルズワード言ったような感じの言葉、ヘイよ適当な感覚でもいいじゃんマスピーカー、ヘイよ、このバトルビートの切れ目がなんとなくうぜえなと思う、一人でやってるとき一人でやってみてうぜえなと思うからこそ、俺インストでやりたいタイプ。だからそう、チンスコーンとピースコーンでかますね、間違いない。いつもこんな感覚だぜ。BNB、こんな、まあ、ストリート、まあ、まあ、ピースキー。よ、よ、まあまあ、ピースキー、いい感じで、この場所からそう、まあ、ピースに弾く、いい、この場所で好き。へい、適当な感覚でいい。のらりくらり、そう、歩いていくぜ、ビッグパーティー。よ、まだ足りないし、頭痛いし、体にないし、そう。ちょっと、俺は滑った。上角やりますか？やりましょう。立場上勝ちましょう。Yo. One stick to the B&B この場所から。バックバックバックで One stick. Hey. ちょうどいいこのスクラッチの中で俺たちは揺れてくこのマイスマイス。Yeah, yeah, okay. 久しぶりに皆さんの枠に上がって俺もラップをしてる気がするが。Yo. さっきまではいろんなやつとなんか人狼ゲームのと違うバージョンみたいなやつをやってた。ずっと45分くらい。Yo. だから次は寝る前に俺もラップがしたいからこの枠に上がってきた。今日はジョーカーハースラディオ2時間半とか監督そのバリなことばかりやったから頭がめちゃくちゃいって。Yo. Yo. 俺はさっきまでずっと寝てた。Yo. なぜかというと昼間配信を6時間ぐらいちょっと頑張ってた。まあでも深夜この後に仕事だからまあ仕事前に適当にかますフリースタイル、いい感じだぜ、まあこのままとりあえず適当にサイファー。 Yeah 俺も昨日はダスティーハスキーブラック流した、これは DJ はサイクロンだけどこれはサイの目、サイコロ振った瞬間ゴールがエワード並べながら俺ベストにお迎えに行くだけだからこれはベストコンディションかもしれないぜ。OK、いやいつでも一緒な日よと見せかけ声の違いを見せるその日々、うん、があるよって岡山で食べる日々団子って俺もまた君のまたゲルベゲルベルチェルゲルゼゼヒトベジゲウテメニューでもいいとかじゃないよ。じゃあこの場で俺は俺なりの色を出していこうか。とりあえず俺も岡山行ったら食べちゃうきび団子、それ以外にももちろん行ったぜ岡山だったらそうクラウン、あれは DJ じゃなく、そう、クラブクラウン、本当に生きてたぜ。Yeah. Yeah. 俺はテケダクロブチじゃなくてブチさんとか言いながらまたこれブチな連絡の中から世界に俺もやる、つまりこれはなんだキビ団子、つまりはキビ団子、君何個単語フェルとかやってみようよヨーヨーとしながらもヨーヨーしながらドクドクダクドレドクシェットイエーオクロク、今どのくらい時間気にせずまたオールぐらいでいつもオールグリーン、うん、リーンで村県のいなくなったいつ誰が狙いとかでもない、次スティッキーが何で死んだとかじゃなくやつが何残したかってこと、何を残したかもちろんそれはスカス、言うならばあいつらは川崎煙突力持ち、太陽大砲卵焼き言った風林火山のよう、俺ももちろん KNG ダブル、この気持ちを片手に背負いながら俺は自分の意思を伝える。いや、別別だろ、これ、KN だろじゃなくて、俺はまた燃やされされたアホ、アホなしで、俺、足運ぶで、そこは体力だが、重きを持つ、NIC の、Keep, Run, Fast, 俺もしっかりと楽しめる。ようやく自分の殻が破れそうなんだ。そろそろ、しないと、My Pair, bro. Yeah. 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 Yeah
ああまあマジでジョーカー君間違いない。よーキャスでだいぶ有名で、おう黒さんと別の界隈でやってるから、また俺たちまた違うとこ東北と、うん、なんかあの何地方って言いにくい静岡イエー静岡どこか言いにくい東海とは、ま、東海でいい農会思うぜ中国地方、俺はチャイニーズ、あいやーつまりミステリーをいずれ死亡するけど、まだもうここまで人生まだ50年は生き延びたい。俺の地元なら東海道、そう俺の町はある両替町、はいはい、まあそういうところで遊ぼう、へい、hey, いい感じセンタージャパン、へいよこれはそう中中日本、何言ってるか俺もまだ寝起きでもいいじゃん、とりあえずみんな静岡来たら食べよう一緒にハンバーグ、ワンツー爽やかだからまたも買ったキャナナシナメンまで買った、ハバオバックがいるのは愛知と海上オーナーロン、俺はいつも同じことばかりやってラッペンないな、つまり清水の潮風とかロッテンフォローが言ってた昔昔あるところにおじいちゃんとばあちゃんがいましたみたいなフロー、イエー素敵そうだぜ、ラフでプラスマイナスなしのフリースタイルバックアゲン、プラスマイナスをいいでしょう、金を稼ごう発生量温めさらに先に行くぜ俺もまたも爽やかのハンバーグ、次の晩を待つばかりじゃなくて先に行くのさ、食べる富士は焼きそばみたいなもんで、これはまたもパワースポットの富士の湧き水を飲む、富士山、次はキュウリカップ超えてまるでグッチ、よよよよ、富士山とキュウリカップで踏める、これは本当に間違いないことだと俺はまずは思う、踊る残すものは何、確かに富士宮の焼きそば有名、そしてそう爽やかハンバーグも有名、餃子も有名だけど、オスのやつを狙っていくのは、富士にあるのはつけナポリタンって知ってっか、マジでやばい食べ物よ、ナポリタンをつけて食べるあの感覚、絶対来たらそう、あとにして店に行った方がいいぜマジで、わぁ、いやー俺も静岡には、いやー行けてるファミリアブローがたくさんいるから遊びに行きてぇな、このコロナ禍、めんどくせぇな、この中で言葉かだけを点滅する、これは SNS でも言葉をつなげられる、うん、ラレツ、バベル、黒だったら札幌一番、バンを出してって思ったから道徳のバンを作ろうか今迷ってるところさ、おーやーしっかりと俺はかましに行く、2021は関西に行くことがしれそうだぜ、イエーあーいあーいイエーヨーなんやれよねーおやすみおやすみ、おやすみ、ここからビートが始まる気がするぜ、いやマジでこのビートをマジで黒さんが用意するのすごすぎる、ラクシスさんてかラクシス組んでいいんじゃねー、超えてきまたの進化系、またも太陽銀河系、神奈川のあの箱も行きたいよ、懐かしいこんな感じの話、いつものようにこのビートは誰って言ったら本人がいるからよ、偶然流れちまったな、Yo, Joker featuring Luxis. Yo, 上級者しか乗れないこんな B の上で俺たちは遊びましょう。いい感じ、俺たち3人のセッション。いや、間違いない。これはあくまで本気の即興だぜ。いや、よく遊んでいた仙台ドンキホーテ前。みたいなことばかりを考えて、頭の中をよげるつづるリリック。いや、仙台駅の中で MV を撮ったね。うわ、懐かしい。あいつはケニア。いや、俺はなんだろうな。いや、マジで。うわ、自分のトラックやりにくい。いや、まあ。リアルであったことある相手二人、姫路去年と今年じゃない、去年9月多くて年へじゃなくて去年顔もほころび、今年へもう間違いなく会いたい気てちょっかまだ先あるジョーカーハウスとキーリークンニーの最中聞いたら厳しい、間違いないさ、俺もそう、リアルであった1月にはジョーカー君と、そしてその後まあ秋口に会ったのはラクシス君とリアトス、よう、イケてるラッパーというのは、まあ、これはリンク繋がっていくことは間違いなく、よう、始まりだす。こんなフリータイル、いい感じで、今日みんなに乗ってこうぜ、ピッチューン。
いやいや、俺もルーツを見ます。いや、ルーツやセルフ。つまり優勝見ると落札、who's real? ああ、俺は普通にやる。だから俺フェイクじゃなくて続くこと、このリアル。おや、しっかりと持ってる。これは本音のフォーメーション、T-O-M-E って書いて止めと呼ぶんだぜ。よ、よ、これが俺の地元、M-Y-Z からお邪魔します。To me, それか、私も私を Me to 案件。流行ってるけど、止められないぜ。この勢い、アンストッパーも間違いない。これは、よ、うん。売れても売れなくても関係なく、24アワー。2時間なく稼ぐから。よ、とりあえず俺たちだったらビーの上でかまそう。まあいい感じ、肩組みながら。よ、パーティーパーティー、このビーの上に乗りながら。いい感じ、いい感じ。何年ずっとやってるぜ、ミッション。Hey yo、まあこんなモンスター、俺たちだったらラップのモンスター。Yeah, 俺24になっても夢やリスト語ることに精一杯だから聞けど10分の発展耳に入れた音楽 What's back? Back? ラップでじゃなくリラックで掴まれてあの頃とは違うことを見せるな Oh yeah 昔と変わってないぜ周りが変わっただけさYo, 俺たちの夜席、ワンハネハネ俺たちの稼ぎするワン、yeah, 開いてくパケ、それからまたもナポリタンとパフェ Yo, 風浴びて不思議な風浴びてさらに先に行く横浜行きたい横浜ブルース聞いてる PMX ハブリから下った音も忘れちゃう横浜来たら聞いてください俺たちの地元なら横浜ベイサイからシーサイ繋がる商談いつものように履いてるわ上Hey, yo, 045から0466俺の生まれは岡山その後行ったわ横浜間違いないと、地元滝頭。Yeah, 045, represent 横浜。清水さんのあのスクラッチ落とし方は、未だにこの頭がなく鼓膜に焼き付いてるから誤爆を壊すミュージックがあるって言葉。数ブロ、埋めながらこそ爆発ブレも金沢文庫。お世話になってます。また行きてぇな。タローカル、もろもろ。金沢文庫。俺はやるわ、二度。ケツの方で適当に合わすだけでも俺はでも栃木も言ってヒーワ君と会ってジョーカーと会って中さんと会ってなどの旅行3時間福島のあたり運転したいよ間違いない俺も初めては行ったバイクで金沢文庫言った八景島シーパラダイスブルーホールで俺もストーン落ちるような感覚あそこで俺も行った水族館彼女とデートしたあの日の思い出は今でも胸の中にしっかりある近くの公園で藤田と友高と初めて話したなんてことはたまよぎったエモい記憶腹がドープな状況でどうしようもねえなおやマジでそれだけだぜ俺もネット以外でも現場行っていろんな知り合いやらかっけえ人たちが増えたあいはいおいまず待てよ、なぜ、ボタンまた、シッパ、オン、ヨン、小説、5小説目でぶちかませみたいなフローテイクとこれでまたも音の中、自分居場所、探し元、シバさん、ずっとかっこいい、謎に応じた予選、どうしよう、ね、これはレッドブラッドのビートの上で俺たちは話しましょう。よ、俺たちは UMB、出てるからこれはわかるはずだし。よ、俺もそう UMB、戦国とか、そう、あんまり出ないけど、俺は UMB 全国、各地をローウェイローウェイ Yeah, マジ8文字の声うるさすぎて俺はどうでもいいけれどもどてばな人間とか仲良くわからない中国のために人を集めるのは違えと思うぞバーガー Yeah, 俺それしか言えねえからUMB とか手を消すか俺は出たくはありませんいいぞいやあ、ここで語ろう、あがなご、そこからまたもうかまそう、ドープ卵、おい、あい、ドープ卵、ゆで鳴らそう、ゆで卵とか、バンテージ、さらに先に抜ける卵、バンド、エッジ、みたいなもんって思ってるじゃ、タイル、ドライブ、カメル、キラキラに、これはま、懐かしい話だね。あの、首の振り方はまあ、いい感じだね。でも、サドニルバーナーアス、ジャック、そう、ジャック君もそう、多分地元のそう、仲いい人だから、そう、それを異常は実れない。
でもまあいい感じ。ジョーカーティットバトル、あれは最高だったし。いや、ぶっちゃけあのバトルでベタバタしたくないよ。けどリスペクト送ってるヘラゴヤネオンガイド。おや、まあそれだけだからな。俺も詰めるところはやる。よよ、危なく詰めそうになったけれども、俺アウェイの環境でなんでサイエントとかやったのかすら俺はわからないけど、ぶっちゃけエントマイド一発目で勝ってんじゃねえかよ。ま、間違いないし、食べるテリヤキバーガーからまたもう敵や空敵やって、ハブリそろそろ前髪切れやじゃなくて、再度勝つ、さらにこれは言葉つなげる、謎に俺が言ってた足長、バーチェスイの腰、またもクラッチ。いやいやいや、まあでもそう、前髪切れより、襟足切れより、友達との縁を切っちまった、ハブリ君はそう、まあこれはしょうがねえ。よ、うまいこと言うけど、一番迷惑かかったのはジョーカー君。そう、だからそう、それ以上は追求、俺はできない。よいよ、あ、あ、あ、いや、吐くな、でも嘘吐くな、バカかまして。つまり、はまいたトラックの上に乗っかった瞬間のこの言霊が吐いた瞬間、ジャッフェル。目を当てればわかるはずだぜ。しっかりと俺も落とし込め、この言葉がある。けれども、なぜかそう、あの一回なんかそのマベさんとか出るっぽいやつの一日前になんか1時間ぐらい電話したぜ。死ねって言った。あ、そうなんや、1時間電話したんや、よかった。電話した1時間ほど、ケツからシッと落とす一軸艦長みたいなもん必要。It's like a job, 誰かのためじゃなく、これは自分のため、言葉つなぐ good luck。一人でビートかけてラップしたって同じようなこと言うレベルで出してる。まあでも俺はそう、多分この問題が解決した瞬間に俺もボムシッと落とすよ。彼のリミックス、よ、俺はちゃんと受け負った仕事は責任持ってやる。だけど、やっぱり筋を通さなきゃいけないところは通さなきゃいけないと思うから、俺はできて、完成してるけど、まだ出さない。まだ出さない。まだファキライ。これがあくまでもこれが俺のマイスタンス。B-boy。いやいや、まだファキライ。嘘とバカは暗い。うん。俺はまたそういうことぶら。いや、しっかり人間性を熟知した上のミュージック。生き様語るのがフェイクだったら周りにも目合わせられねえだろ、ボーイ。って、俺は飲んだぜ。それっぽいことでは収まれない。だって、あの、なんだ、あの相馬さんの引用リツイートしたら俺が一番怖すぎてめちゃくちゃしびりそうになったぜ。死ぬぞ、あれ、普通に。マジっすか、俺見てないっすわ。でも、ジョーカー君の元のツイートどんな内容だったって。あのな、ジョーカー君で、めっちゃめちゃ優しいで、言っとくけど、俺が保証する。俺が結構嫌な感じで物事を言っても許してくれてる。だけど俺もジョーカー君が、ちょっと生きても可愛い、可愛くなる。そうして可愛い。まあ間違いなく笑顔で世界を作ろう、何かをググろう、この先にあるものが何、まるで哀愁漂うビーツの上で詰め、へい、まるで鍵分ける、そんな感覚のビー、いい感じだぜ、アイチェキヨー、あは、ヨー、まるで全国どこ行ったって俺たちはつながる。いや、俺は生きることはやめた。うん、綴るマイペースじゃなくて、これはマイスペックを生きることでまた生きることの道の道、シルベシルベ、俺は知らない奴とかに話さない、時間の無駄、シッシッシッ、落としてライブとかさせてくれよな、クレヨンじゃ描けねえアートさ。あと黒ひげさんをもとい喧嘩突の人は冷静やらかさない。マジで。やばい。あの、犯罪とかで捕まる人一番少ないのは多分喧嘩と使い弱い。やっちゃいけない人の限度をちゃんと若い世代に、お前バカーとか言ってね。あの、かわいい、こうしろ、ラップも最近は癖になる。よ、よ、まあ、KJ 君。この枠に来る人はみんなそうだけど。この界隈めっちゃ危ないやつばっかりだぜ、マジで。あんまり関わらない方がいい。よ、駆除暴行だったり、よ、いろいろあるから気をつけよう。だから俺この場気をつけよう。いや、怖すぎだろ、いや、怖すぎだろって、ハローって言って、怖もてで挨拶するぜ。なんか、俺いわくじゃなくて、俺がよく言われることは、なんか顔面が怖すぎて話しかけられない。俺放てるからなかなか近づけないみたい。いや、結構優しく振る舞ってんのに、なんで。あのね、上角区まで行くと、ノルマ目当てにめっちゃラッパー、黒ひげさんがどこの場所にもラップしに行くって言った時もノルマ目当て、俺も DM でぶっちゃけ、誰のことを言う必要もない。誰も自分のイベントだけども、
俺はイベントの趣旨が納得いかないと切れないっていう趣旨。俺もまあ今ちょっと目標できたことが一つだけある。ガードマンだったり SKJ みたいに俺も配信ネタをバトルでディスられる。そこまで行くことがまず俺の目標とか言っちゃうよ。適当よ。だけどそれある意味勲章。Yeah, 俺はアステカスペグ。Yeah, 俺が宮城でラップをし、ライブをしない理由。それは一目瞭然。こ、なんかようわからん。慣れ合いで上がってる身内ネタの中で俺はやりたくありません。よ、ただそれだけの話だからな。あくまで宮城っていう看板を背負って、俺も他のローカルで活動してんだよ。Yeah. 俺、フットとかないのに、こんなにみんなよく知ってくれてありがたいと思ってる偏見。なし。40超えてもラップする。いや、黒さんと俺は絶対にそう、のたれ死にたい。朝方のクラブで酒飲んだ後に明日のこと考えて眠りたい。よ、間違いねえ、そう。だって、オーダボ2と言ったらば宮城。つまんねえ、人生ぶっ飛ばす。こんな感覚で一生。今日、そして俺たちだったら広島、まあ知ってる、はい、俺はカープが大好き。だって拓郎の応援歌を使ってくれてるし。いやいや、東北にも行けてる奴はいるぞ、カップケア。つまりこれは DJ アツミアとか流した瞬間に山積みの課題スラムグッズブラッキングとかした瞬間。いや、俺はミリオンじゃなくてミオンとかレゲエもちゃんと耳に入れる、そういう存在。だから間違いはね、俺はフックが大好き。だからハンガーに未だかぶさったまんま。はい、ああ、うん、いや、間違いないぜ。もう、ほんとよ。30超えて完成。ここからさらにキャンセルできない。学生、学生、一攫千金、一夜の罰よりも今一夜の着実な一歩を好む。音の中自分はそう踊る。よ、音の中でそう揺れてく。俺もこのビート初めてケンタさんから、そう、W をダウンロードして俺は撮ったもの。よ、はい、まあそういうところで、まあ初めてのこれは挑戦と思った初心に帰る。まるでマイク一本。そして今では Life is Hip Hop。いや、Life is Hip Hop。俺も大好きな日本。って綴ってるぜ。これが俺の真理。いや、だからこれは真理。あ、やべえ。何の言葉も出てこなくなった CD とか買ってくれる人いませんかとか言ってるけど、その今の二人は買ってくれてるから、とっくに頭が上がりません。ありがとうございます。いや、ネットで知り合ってる人でも肉感あるくらい、懐かしい思い出。人生かけてるなめんじゃねえと、ローワックスが、ボジさんに言った。ボジさんは中もサラリーマン。俺別に嫌いじゃないが、ローワックス嫌って。よ、サラリーマン、間違いない。ジャパニーズな、ラッパーだったらもちろんこれで食ってこと、まずは大変だから。俺の、そう、同い年にもいるぜ、リーマンラッパー、スキーム。マイブロー、あいつも頑張ってるし、俺も頑張るしかないじゃん。いやいや、頭を下げてるサラリーマン。苦悶な生活からリーダス。Yo、ビートとボイスが絡みある。だからリアル。Oh yeah。しっかりと俺は自分の曲引用とかするタイプ。人間だからな。でもあくまで即興のスタンスは曲げない。いや、即興のスタンス曲げない。俺がサンキュラのアプリを開いた時に一番再生してたのがジョーカー君って分かって、涙しかし誰、涙しここから自分がどこの存在じゃなくて仲間いる身だしなみ、人やのバスより本当にここの立ち位置。仲間たちが集まる。こうやって深夜でもやるぜサイファー。マイク掴んで気持ち歌って気がついた時に心通わしてく。今日、初めて会ったのに初めてな感覚がしない。なぜかといえばインターネット、これはサイファー、つながりはあるぜ、ここに。イェーイ。いや、それは俺もよく言われることなんすよ。いや、俺も茨城の中、いや、やつと最初初めて会ったけど、yeah. 全然わかんねえのにラーメン食いに行った後になぜかポリに追いかけ回される。なんでやねんこれ。いや、別に俺は何も怪しいもの持ってねえし、タケとかもねえし、いや、化けの皮を外して俺はまたも踏みしめたエンジン。よ、懐かしいな。いや、もうあれも2、3年前だ。早く時経つの。2、3年前だ。みんな新社会人、yeah. 俺仕事3つ目。
うわ、おじさん、ラッパーとか言うけど、ラッパー名乗ってねえけど、クロさんと去年1月くらい暑い抱擁交わした後、外で、西くんとジョーカーくんと、サイファー、西くんでかくね、デキーラ、10杯目。西くんもでかいかもしれないけど、俺はそう、ツイキャス版になった時に言ったふわっち。それで下のコメント欄の高徳さんと出会って、今日俺はある意味本当に幸せに感じてるぜ。よ、この人は、そう、俺も KJ 君も憧れたオジロザールスの、そう、ライムダーツの望みで入ってる IQ さん。よ、つまりはレジェンド。ジャパニーズヒップホップの、そう、文化を作ってきた人。いや、そう、西さんが永遠とバーつけるもんだから、俺そういうバーツのなんか取り合いとか慣れてなかったし、なんかいつだったら終わんのかな、この人はとか思って50秒くらいずっと黙ってたぜ。ああ、懐かしいな。あの箱の前。いや、俺もこの言葉、プラス運ぶマーネー。ああ、いや、いや、スニーズさん、めちゃくちゃいい人だったなぁ。なんて。俺結構いい車乗ってるんだけども、それにかかる保険料よりもジョーカーくはハウスにかけてる資源に対してはほぼほぼパート、俺が昔やってたアルバイトの給料が月9000円、資源その年収くらいもらってる。イエー、ジョーカーハウスは結構金を使う。確かにそうだな、時給は9000円。今日俺はヒップホップ好きは10年目、いや違うな、もう20年以上、20年選手、まるでベイスターズファン歴と一緒。よう気がついた時には98のチャンピオンになった時に俺も聞いてた。まるでおじろのマッチョ。へいよ、いい感じだぜ。この場所からそう、俺は俺なりにそう起こしていくぜ、アクション。いえ、いえ、だから20時半っていうのがツイッターキャスティングの集合場所。いえ、多分15万以上は使ってる。いえ、だから金じゃないものがある。それは繋がり、あいつまでリアルな関係築ければ、俺は金にまかるものを得たと思ってるから大丈夫だぜ。よ、おかげで、そう、俺周りでも、だけれども、いえ、2、3本、4本くらいはライブの予定は入ってる。うん、ああ。いえ、間違いないぜ。俺も、yeah. まあ、オファー、ジョーカーハウス、いや、週に一遍2時間、そのために人生はキスしてて、さらに先があって、それに持って目は濁っていても、だけど先を見るために、さらにクリア。ゲームクリアとは違うとこ、またもっとやってる、知ってる、日々からのスタートしてる、間違いない。よ、間違いないさ、俺たちゲームをクリア。よ、いい感じ、ほかほか静岡駅前で売ってるクリアの前歩いてそう、乗る新幹線。いつものように、一回戦は大体知らないやつ相手、でもいずれはなっちゃう、そいつとマイメン。Yeah, hello, my head. 夜行バス乗って毎晩毎キャッチしてるだけ。またこれ繋がる、ラップがあれば俺いい手を持ってるけど、ラップがなければこんな人格ではなか、たとえ思うけど、ラグと戦いながらもプラスとマイナスの狭間、俺は今も生きてる。Ah, yeah, oh yeah.Ah yeah, oh yeah, Tuku tuku tuku, let's hear, let's hear, let's hear, make it a kill. そこ見切り発車だと思ったら、ついキャス、ヒップホップの端っこのフリースタイル、ラップのさらに端っこネットのフリースタイラーだけども、また先があるから。間違いない、そう、端っこにいた俺、江ノ島の橋の下にいた端っこ橋本、いつものようにいつものように勝ち込もう。よ、江ノ島 1,2,3,4,1,3,4,5線の上で俺は見てた暴走族。よ、はは、イエーいやいや、まあ、そう、暴走族。いやいや、フロー拘束することはないけど、俺も高速移動。なんかじゃなくて、なんかじゃなくて、って言葉つばってなんかすいません、みたいな。いや、こういう流れだからな、流れ眺め方で変わるだけの話だから何にも、かもか何にも、かもか何でにか言ったかは変わらないけど、いや。いや、流れ眺め方でやるだけで俺を見ない。いや、マジで、俺も行きたかって、止め、だけど仙台まで聞いてくれたよねとか言っとくよ。よね、止め、止めまで行けるけど俺も先があるぜ。止めでクレイジーな男と会ったよね。よー、ジョーカー君の地元は止め、そう、行くなって止めないよ、大丈夫だって。まるでよねと言ったらノア、ノモハメドよね。
みたいに丸ダンシングアフロ、いつものように聞いてたアクロよ、そして乗りこなすアクションよ、噂されるぜハクション、大魔王ザザザザザザザク登場、ザクバラな男のホモ、モテる俺も求めてる、止めに来たら俺の家に止めてあげる、なんては難いなことだ俺言わないし全然、だからまだまだ大丈夫だから前傾姿勢意見交換じゃなくて MYG 待ってます、待ってます、カムセルバース間違いない、この枠に来れば新鮮なビートでフリースタイルできる、当たり前ついてる、20分張り付いてるわけじゃないけど、たまたまと来たこのファーストインプレッションから高に行ける、姫路県そこからまだ行ける人、ジャックキーとジョーカーキンとジンガさん、だからジンガさんのことも別に好き、大好きなんです、まあまだ行ける、間違いなくそうそう行ける、あそこをドピュー最後行ける、でも賢者のタイムになることなく常に走る、間違いなく始まり出す、そして交わり出す、 OK、 こういうところで俺らスタートバッチリ決めてて、シュッパッと、交わります、恥かきます、歌詞かきます、かしわります、バーンみたいな、よこれは効果音、俺には効果ね、放射能じゃなくてこれはそう射程圏内だせい、先輩は弾き飛ばして今の俺には見えない視界、まだまだこのままだったら足らないな、俺らに必要サンバイザー、首借ります、ジョーカー君と一緒に剣道サンバイザーよ、なんか4小節を言って誰使う What's up も身につけた、ビビリ巻きでセグルビビリバリュービビリバンデブルブル、確かに上格は剣道やってる、俺だったら剣道30号よ、走り江ノ島から向かうぜ藤沢シリーよ、 OK OK こんな感覚、 OK OK インは吐くランダムよ、最高いい感じだぜ MP タウンセンターでみんな集合、Yeah, セッションは簡単、剣道は難関じゃなくて剣道は三段、Ah yeah, Wi-Fi をつけてるせいで、なかなか俺の音が途切れ途切れなってるけれどもいいんだね、あくまでインターネット、奏でながらもやるだけ、Yeah, 流れに沿ってればいいんだね、Yeah, 流れかまってさらにバカゲン、もう長瀬をキュリカップでアイドルにします、佐藤の次それかあのシルビー、青ルーツはさらに生き死に打ち印見たぜ、それはシルビー彼女の香りをさらに、よ間違いなぜシルビーもういつものようにどこにいるか印、イヤトをつけてど言ったぜロングアロン、あは、yeah、 まるで行った大阪、だけど俺しかいないからライカ殿様みたいになったけど、リンゴくんと初めてリアトツした場所、いや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 、いや、つまりは秀吉と秀吉、いやいや、だから I kill me、俺は自分の信じてる I believe very wrong か教えてくれよ、俺の頭と都会風の中は空っぽが、ランドは赤ん坊のように泣き叫ぶてめえが Baby don't cry、平均を超えたステージ登りたい、いや、超えたステージというかハウスも巨大化してるし自主性か、でもまだもう沈めねえ大将みたいな、まあ思いもう竹を全部イベントごと、なんとラスボスと DJ と枠にした司会業をやりすぎギアウィズ、まあ間違いないイベントで自然とそう間違いなく会えるやつが最高、言うたまるでビリボンか AKA がタカ、まるでタカのようにそう俺たちはそう何かをそう狙い定めるよ、そして俺ら裁けるは司会者、次が見たいじゃん、Yeah, 鷹の目だったら名古屋、俺もしっかりとチェックしてるそのブランド、これは DJ リオ、オールグリーン、 Yeah, yeah, 俺が DJ だったら文句なしだろ、 Yo, 俺はもうブラリブラリ、 Yeah, 毛布かけて眠ったり、テレペ君の修行の期間ちょっとマイナス9、Yeah, 2年つまりは月に
4回配信 24×、 つまりは少年ジャンプで言うと、いえ、どのくらいだ、チェンソーマンくらいは連載してる。ジョーカーハウス、俺たちジョーカーの砲弾ガラス。間違いないジョーカーハウス、いつものようにぶっ飛んでます。いい感じだぜ、マスターピース。へい、その後しちゃうぜ、オンハイチーズ。Yo, really cut. いつものように気がついた、この先にあるウィリウォンカーのピンの上で俺たち話そうか、その上ラップでかまそうか。Wow. Yeah, yeah. Yeah, 周一。集まる仲間に感謝。俺は触れてないから、今の自分が案で案外あんちゃんで、これは案外簡単なわけじゃないけれども、2。承知の上でやってるけれども、そっちの系でもないから、俺は俺のやり方だけを定義しながらもやってガードバンテージとか関係ないけれども、登るステージ、ステージ。いや、もちろん自分のためにやってるだけ、うん、でも自分のためじゃだけじゃないし、アメリカンベイビー、ここからまるで静止、高橋名人、ウーリッイエー、これまたキュリーの、またもう俺ライブバクってるわけじゃない、あいつ、うん、フライデーのダイジェス、パキパキのハンマーバキ、よ、間違いないで、名人、よ、そしてそう、隣の中学なら名人、まるで仲いいくんが卒業した、あの中学でぶっと、よ、まるでそう、いつものようにそう、各自名人じゃなくそうする、次のイメージすること大事、間違いねえし。いや、明治時代は明治じゃなくて令和なのに、平和がないから意味がないな、てかこれはおめちゃくちゃ飛び飛びのラグの中でまずかまーす、クラスの空飛ぶカラスカラスのハート、つまりキンキキッズ、キンキキッズ、キンキなベルとかも伸びながら、またもキキザバース、キックザカクルー。いえ、俺らはノーリミ、好きなのは堂本光一。いえ、yeah. 直立不動、頭の中だな、またキキビビリリ、キンキキーズ、見たくそれか金獅子の知識、小材さんと組んだ時に言ったライムならば銀銀の。よし、まるでそう、間違いなく金獅子の知識と言ったらふわふわの身、そして三重の風はビッグリスペクト、送るのは誰って俺たちだろ、間違いない、マイカポン、そしてそして掴むぜ立場上、よ、その後でかましましょう、その上で最後笑いましょう。よ、俺も最後は笑っていたいから、いともみたいな感じに、またもいともいともおかしく簡単、井戸の中の蛙とではなければ、どうも一花咲かせ咲かせ、イエローばっかさならイエッサーって言いながら、俺今ならイエッサーみたいな、ダジャレとかシャレとか使ってるけど、チャレにならない言葉は俺は吐きません。 Yeah, チャレにも来らないよ、プー。 Yeah, チャレじゃなくてチャラに、これはまたもう Yeah, 自分を演じろ。 Yeah, 見ている煙今日見たくるけど、めてめくれば封じ込みたいな存在、それか風魔の小太郎か、またもう買うぞ10万のおなほ。Yo, とりあえずこのピーだったらそう、バックダウン始まり、これもかいねか、よ、間違いなく合わせた BPM の瞬間、まあそうなんだろうな、いい感じでチャッカなファイヤー、まるでそうピストル、俺はセックスと立原のピストルにやられた男。 Yo, 外のわけの Yeah, またフローやってると定番、oh, 定番のフローじゃなくて俺は乗せてきたショー、しっかりとこうしながらもやるけど、やっぱりジェバレマイク逃げてラップがやりてえなーって新曲ではわざとブー。いいえ、間違いないぜ、関西いやーだけじゃなくて来いよあいつ、俺ならもちろんウェイウェイパリピ的な感じ、これまたも音の上抜けるだけからのチャリンと見たし、これからまた抜けてき40を。いえ、コージだ、コージ、間違いなくそう、俺だったらなっちゃうパリピよ、だけどそう、そしてせんべい食うときバリッと言っちゃう感じ、まるでバリと言ったらあそこ、俺も水着のチャンネルに開いて、俺の地元の駅前は歩いてるぞ、地元のビキニのチャンネル。いや、つまりはパリピ、勝ちに勝ちになりも、なぼころもハマりながらも、わだかまり仲間たちから、またこれはハマりなら、俺はあなたらも笑いだな。に帰る、ケロ、ガールからも大丈夫だから、スーツからアウトロまで、俺は余裕で聞けるタイプなるだ、もっとかせとりたいな、2022。いえ、間違いないぜ。
この世界をサッカーストイック金に浮いたチャイニーズが首を借りに来る。これはハリーネルちゃんと遊ぼう、yeah. 俺もまた食らってる音 NHK 別々に響いてた音楽かゆよ。間違いないチャイニーズよ。俺地元はジャパニーズよ。まあつまりはジパング。そう俺ならない E ランクよ。いつもはきっかけよ。いつもの何かの進化系に、その前に何か引っ張れよ。いつものようになっちゃうで引っ張れ。Yeah, ブサイクのギャルはいないが、昔のギャルはいっぱい歩ってる。T.O.M.E. 平均年齢72。Yeah, そういうのになってるけれども、少子高齢化、少子元の子もないな。いや、少子元のこと好きってそんなわけねえな。なあ。ついに、吉原化祭りエスカイネが、オールドを知り尽くして40代とし話が合わないと言ってた。5年経ったらエスカイにねと居酒屋に行って別の会計とかしちゃうかもねって思うけど、俺はまたも2月ならば緊急事態宣言受けて。よ、間違いない。オールドの人しか話し合わない、そんな感じの風格してるスタンス。初めて見たのはインマンバーサスエスカイネ。そん時ぶっちゃけインマンくんの方が全然年下だと思ってたけど、まさかのインマンくんの一個下マジで。いや、俺は初めてカネを見た時はムカデ対エスカイネの時ぶっちぎれで延長前で勝負決まってただろうって俺は思ったんだけど、いや、なんかそれ15だか16回だかの高校生ラップ選手権の時だったな。普通に優勝すると思った。俺が現場でエスカイネを見たのは去年の8月目の前で、ジャックとザクがジャスタとエスカイネ倒して優勝。決勝は白がラスとスピリタス。やばい、ジャックとザック、ファックなラップ、ファンクなギャグ。あいちが言った、今度のコーラの注目誰って言われたから、エスカイネだけはチェックしろって言ったこと、あいつすでに忘れてる。よ、俺はディグが早く、常にそう新しい目を持つ。あと何気に KK 君も昔からしっかりとアイチェック。いやいや、やっぱり俺は渋い MC が好きみたい。いや、あと街のこと話さない MC はマジで嫌い。そう、俺は何のためにラップしてるのかって言われたら街を上げるじゃなく自分自身っていうか、この県内以上を上げるためにやるミュージック。 Yeah 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 間違いないっていうか、最初から有名な人呼んで金払ってローカル上げるならば田舎町、その辺の地元だけど岩手県は上学と言ったり行きたくはねえ。新潟県で森は俺の地元だったら木金土日でイベントをやってた。木曜は DJ 開放区、初心者に DJ 教えるイベントよやってた原田マン。今でも俺は送るでビッグアップ。これが藤沢のやり方、その上で俺たちのこだわり方。いや、そう、腹だな。俺はわざわざじゃなくて、これはわややな。わらわらってつけないから、わざあれ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 じゃんけんぽんありくの技。いや、マジで。クソチョケすぎだぜ、マジで。俺は、つまりチョケまくり。チョケまくりでコケまくりだぜ。コケ生えまくり MC。さあ、さあ、ああ、マジで、パクのだ、ありく、それと、あるやく、忘れたけれども。イエーイ。バイブスだけ、お前多分ブスだねー。ウェイカスタレー、つまりは聞いてた黒縁腹わたゲロの。よ、まあ、俺の動画チェックしてくればわかる。パクノダバーサス永瀬は何気にベストバウトと俺は思ってる。よ、まあ、この枠ではちょっと受け入れられなかったけど、俺は一人で引き立て爆笑。声入らないように口を隠してたよ。一がいの、一がいよ。って言いながら、またもこれは言い換えも。いや、つまりはこれは、なんだろう。あいつしてるバイト、脳みそ7バイト。ああ。もうめちゃくちゃヘッズだから、15回ぐらいの再生回数の半分は俺だぜ、クロさん。ははは。ははは。ねえ、マジで。
めっちゃ残念ないよ迎えるぜここ令和3年ダメダメぶっかけるくらいワンバスガンシャラッパレッペキャッハッパキャッパつまり葉っぱポスよしちゃうわガンシャよあくまで俺はラッパーよそして内容反射彼の人間では俺ないなこれはライマーつけるライターサッカーファイヤーライヒーライナーいい感じだぜ、yeah. 何時間前でもずっとやってるぜマイクチェキ Yeah Yeah マイクチェキを、yeah. これはチェキステッキーの笑みを浮かべながらもやるだけだけれど、yeah. 俺がラッパーだからなのフラッシュの乗りこなせなければいけないと思ってるからな Yeah Yeah 勝手にゴールのノートからだあれフラッシュあった次なくなっちまうようなこの時間だけどさらに先を迎えるためにこれがまたも言えてくるのでうん、仙台で食べる玄米からも玄米なしに俺たちの多いですよ。何にこれはとすくら血がめっちゃ本当に小さいごめんね作った時にスクラッチ満タンにしたつもりが全然聞こえないいや来るなら来い来るなら来いまだ来るな来るなら来い来るまだ来いまだ来るな来るな来るわけでもないけどやっぱりラッパだから俺は音とかでいいだからもうやるわけだからなってこんな曲とも作れたか発想説明ぐらいは読めます俺 Yeah 発想説明俺も発想説明さらに先に行けるおさらにまたまたやるでしょ、やるテキストこれは元に中にメイクに自分の居場所からそうなるメイクになるメイクになる俺の次はクレッサー、春の英語文社からかラカ、文社からか文社からかラカ、文社からかラガマフィンアラ DJ Yo! ラガマフィンアラ DJ ブンシャカラカラカブンシャカラカラカ俺もピンチョしてやってみようかなとかやっぱりフローが立たたら俺も太鼓とかたくなる太鼓の音色が鳴るのプレイ Yeah 俺も聞いてるぜ空気感の弟がニューデボーイズ名前でレゲエやってることあとは胸しろ胸しろうん次にわかりませんでしたすぐキャリアみたいな存在からも入れていて俺らがへばりついてるぜジャンゴよとりあえずまあ久保塚修介よ久保塚陽介の弟はルイード間違いない俺前から知ってるの俺が初めて行ったイベントはハンキンがスペシャルゲストその前座で歌ってたのが厨房時代のそうルイードよよつまりはこうさらばフューチャリングゼレックス Yeah しっかりと俺も耳についてる夜なんて明けなければいいのに夜なんて明けなければいいのにいや結構俺のツボをついていくぜマジでやばいぜ夜なんて明けなければいいのにああ間違いない逆にその曲以外1分半のなんかあの声かっこいいんだわいいよっけよ俺はもちろん好きだぜそう夜なんて飽きなければいいのになんてみんなも言っていただけど俺は好きなのはどっちかといえばお待たせみんなお待たせ俺にお任せとか言っちゃうあのそうまあルイードが売られたきっかけの曲お任せ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 バカゲンだから俺はバカだぜバカだぜあおはつまりは合わなきゃ体で表現しながら唐揚げイエーイイエーイ、うん若手とは違ってやつの乗り方があるからな大丈夫だぜだぜだってこの合戦ルーキーの乗り方誰かが真似するだけなら午後からまたの言葉を盛り上げてるだけだから言うときでねえもんよもうはいはいはいこんな感じだわマジではいはいこんな感じ俺大悟さんまるで大悟さんにパンを食べて食べちゃうような感じコロッケパンえよとりあえずまあ俺も言っちゃうぜこの感じサンキュービアマジで最高そうさこの俺がビールとサンキュービアマジで最高おおビールにリスペクトとりあえずチェックしてくださいこれはショーナ DJ 松ぼっくりいやつまれは松ぼっくりぼっくりぼっくりわからなけれども俺も運転しているでぼっくりおーやーフォークリーこんな人生はもう無理イエー、yeah. まあそんなもんになってるけれどもいつかは死ぬフォークリーもう無理でーすなん DMC walk this way 黒人向けイエローそばりまくった特質系
よう、シャウト入れまくりでまたケツの方ケツまくることない埼玉のラッパーならブロッコリー食べてるマイブロー。よう、何気にそう、まあ俺がちょっと小ネタの話、永瀬が昔やってたっていうのは、これはランディ MC じゃなくそう、なるだけビギーのサンプリングだった、忘れてた。よう、あいつ何気にそう、クラシックを常にしてる追求、クラシックの中で生活暮らしのイズム、気づけば日も沈むかもしれないけれども日ならいゼロ、イエーイ、あべこべなことばかりね、オーデイ、イエーイ、ただ早く乗せることがプラップじゃない。なんでクロさんの枠でサイファーやるとしょぼいやつが来ない、謎、マジで喧嘩取ってない人も別にラップ上手い人多い、謎。なんでロシさんと何時かヒッテージアキとか佐藤さんのバトル、ロシさん強かったっすよ。コウシローもそうだし、俺ここで落ちるウォンビヨーヨー、なぜか知らんが俺の枠はそう、常連のメンバー集まってるだけエンターテイナーだけど、これがツイキャスセンターメンバー。よ、昔はよく聞いてたぜ、リル時期だったり今懐かしい。よ、彼ら現場で頑張ってるからそう、送るぜビガー。いや、結果結果切磋琢磨選択した結果、まだネットで俺もやることがあると思う。だって俺まだこのツールに感謝伝えられきれてない。 Day night 変わらずリリックは人生のテーマ、勝ちながらも Hey 何、yeah. なんてないけど遊ぼう、Yo、 とりあえず俺たちならそう、つかみでマニー、誰かのマニーすることないぜ、間違いはないぜ。そしてマイメン達と最低で最高な歌を歌う、まるでこれは湘南の風、間違いないさ、誰のためじゃなく、もちろんこれは自分のため。いやいや、つまりは貝塚とかあった時代から愛歌、俺も繋げられてることがある、タバコあるかってあのカラスが鳴く夜、よ、しっかり落とせ。つまりはバカバカワンパターン頭、俺はここ来た若旦那、鼓膜直通今でも感謝。よ、昔は俺も楽器の時言われた大人に、よ、トゲトゲすんなってうるせえポケット、俺も朝返したよ。もちろんその通り、まるでサボテン、いつものように俺も咲いた花よ。そして走り抜けた街並み、そして出会った友達、Yeah、 歌舞伎門たちのパーリーナイなんてことで、バブル時代は崩壊、したけど今はなんだろうな、10年間の執念があって10年はゼロ、一回状態でゲロンがマイクけど俺ゲロ吐き捨てるスタンス、 Yeah、 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 俺は親友呼び呼べるペンゴがいるぜ、間違いないさ、親友として俺も肩並べた、だけど最近そいつと離れた、俺は今そういるのは静岡、それで今見てる日本統一、久しぶりに見た若旦那が役者になってたよ、まさか、yeah. 若旦那が出ると思ってなかった。いや、yeah, 昔の生活散々だって昔走ったワンガンハイウェイ、俺ワンパターンなブラッパ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 ッよ、喧嘩、やりもパッパで葉っぱ決まってる、俺はパッパラパッパ、いや、リズムいい感じ、そこで俺乗ってる感じ、いい感じ、この夜真夜中12時に張り越えたら次はいつだ、サタデーナイト、フライデーナイト、次はみんな休み、安静間違いなくその感じ、俺も漢字書きながら自分自身をそう、名前を変えて漢字、これいい感じ、よ、俺は日向が眩しい、だから俺は潜むぜ日陰、怖い先輩の名前は日陰、よ、いつもの良いとこバカゲン、いやいや、俺も誰かのきっかけでやってるわけじゃないか、聞いた目をしたし剣幕の味すら俺もまだ忘れていないし、内心足元はフォースパン、味が出てからハイクファイトのエアフォースパン、俺メラゾーマーとかとないないけれど、今今日とか変わらない、今までもやるけれど、どどどどどいえ、yeah、 めちゃくちゃ急に入ってきたからびっくりしたけれど、まだだと俺は思ったyeah、 思ったいや、スクラッチが分かんなかったぜ、俺が決まってんのかな、メラゾーマークラッチ回ったかな、でも俺は勇者じゃないから、メラゾーマだったら燃えちまう、でもスライムじゃねえぜ、俺はライムもやっちまうから、
適当にこの場も制しまう。夜なず夜見ねえから稲妻起こしまうか。晴天の霹靂、明日は晴れるかな。冬は空はいいな、空気も澄んでるな。俺は澄んでるぜ。灰の方はな、緑知ってるか。間違いない、この場を制しながら、その中はやめて、だから出す、ぶっかける精神よ、精神崩壊することなく、俺だったら何かちょうだい。 We 420 425隠れるよ、防空壕超重要、ここ大事、そういつものようによ、ここ重要。あんなそうトゥーフロー山教習長とかでもないから、また行政終了、運動家が運動されてるフィット落ち着い込むいい運動。いや、まあ、それだけだからね、こめかみにがんよりも俺はなんだろうな、だってもっとコメディアン。え、今日、リリック作りながら、今日も自分のストーリーを作ってる毎日、マイリリック。いや、もっと困るな、お前が言ってるわかんないな、日本をラップ刻むこと、よ。アルファベットよりもベスト、自分に本当にどこまで追求できるのって言わせてもらう日本語ラップを刻もうぜ。だからグドーキみたいなリズム刻むこともできる、俺は本当に適当にこのままやってリズム乗り出す、都会のビルに溶け込む。でも一番は自然が大事だから、リフでも決まることができる、バツになってバツだろ。リフリフからリフからピース、間違いなくピースよりもハイチーズ、ビルとビルの間で飲むビール、そしてそう腹マッソ、歌舞伎町の女は飲むピール、Yo、 どんな感じでフィーフィー、いい感じで乗りこなすな、 MIC あだこうだ言わないし、いつものようにレキレイナウ、オーシートの後はつけるでライトウ、Right now されながらまたもやってる、うん、8本とかめちゃくちゃ俺は気をつけてるタイプ、気をつけて並べていった東海帝王とか言ってんの、ニューヨークニューヨークを忘れ、カリフォルニアラブとか聞きながら街を歩く夜、yeah. All about you I am Harmash、俺は完璧なラインなんて求めてない、あくまでかっけえそれ言ったくたぜ、yeah.いや、腹が減ったなマンチ、でも使うがトングよりも本当に使いたいなボングで決まっちまうぜ。真っ赤な面のウサギたちがぴょんぴょん跳ねてる、でもそこでトングで掴めちまうか、そいつら焼くことはできねえな。だからそこまで決まってる、俺たち本当に話したいこと話してる、それでいいじゃねえか。本当のヒップホップミュージック、音楽はそこの根本性だから、わかる、そこで洗脳性、そこで携わってる奴がいっぱいいる、そこを理解してる奴が多すぎる、だから日本語だってつまんねえ。Yeah. Yo, 確かに話したいこと話してる。だって俺たちは87年生まれ。つまり花の世代、話したい。Yo, だけどワック MC や裏切り者ならそう、気に話したいと思ってやってるぜ。わっか、いい感じで喋ろうか。ウェイ。あ、クソ君。あれ？ちょっと待って。ジョーカー君落ちてるじゃん。いやいや、話したいこと話そうか。でも俺は本当にクロピーのこと話さないぜ。リスペクトしてるぜ。だっていつでも開拓するもの、切り開くものが必要なこと。間違いないぜ、開拓。よ、そしてやってる改革。その上で回してる場合なる。よ、いつものようにハイになる。よ、いい感じだぜ、勝ち割ることもなく、ここで交わる。いい感じ、マイクロフォンでセッション。よ、この場所にマイフェイヨ。いや、わかるぜ、マイペンよ、マイペンを持ってみて書き続ける。そこの自分の道、シルベル。だったらどうなる、自分の書き筋。そこに喧嘩途中で喧嘩する、関係ないけどみんな仲良くなる、それが俺の人情だから、本当は喧嘩したくない、yeah. それはプーマンと一緒、yeah. やってる、確かに喧嘩だけど、もともと地元の喧嘩の中ではそう、yeah. ちょっと有名とか、とりあえずまあ言っとくぜ、嘘喧嘩でも市内でも別に俺は無名だけど、そう関係ない、このマイク一本じゃ有名よ、言ってる、売面が有名、そこで本当に有能な存在だから、本当にリスペクトしてる。でも見てみよう、ナイトの存在、
あいつは今日喧嘩とつ界隈のそこ度外視入ってきたぜ。あいつ何言ってたか分かるか。チャンバラ遊び違うぜ、チャンバラじゃないぜ。チャンバラ遊び間違いはなく言葉のかっこいい。俺は確かに言葉遊びとジャブなボクシングファイ間違いない。始まりだ喧嘩とつ喧嘩取る結果落ち、いい感じだったら何でもあり。マンチいつモハメドアリ、いやモハメドアリよりもアンチよりもパンチきます。モハメドアリにそんなこと関係ないけどアリは強く生きてます。だから俺たちも強く誇ってます。歩行は関係ないけど無人の無意は本当に歩行か立てたか関係ないけど俺たちは生きたかよかみ始めたかはいよ、アーリーと言ったら間違いなくアイリーなミュージック。いい感じ、自然な層。I love you で愛を送るようなスタンス。420を草吸った瞬間でとりあえず飲み物がゴクゴクと入る。あの感覚が俺は最高。だからいつものように調子はどう？よ、最高よりもサイファーでこれ本当に二人で調子どう？って言わせてまう。堂々と、息堂々とこのまま突き進む。ポケモンだったらドドリを首が3つあんだけどそれどうなのって言わせてもらう。生首1個さらしても俺2つ残ってるのカスが。いつものようにドドリを、よいつものように即興しようとかまあ言いながらも俺たち歩く歩くぜ頂上に。よ行ったらもちろん見える景色だけは違うだと思って俺たちやっている。そうその上ぶちかましている。はYo、 頂上よりもまるで本当に三段とした景色を見たい。だから高尾山も登った、富士山も登った。でも景色は見えなかった。寒かった、綺麗だった。そんなことよりも日本人はどうだ。マジで医療タイマー、そこは合法で合法で乗ろう。間違いないさ日本中。 Yo、 俺たちはヒップホップ中毒になるような感覚。とりあえずタイマー使用禁止法にファック送るよ。間違いなく俺もしたぜ署名で挑戦。 Yo No pain no gain タイマーは合法これで OK。 いや OK よりも本当に会計住んでるかオランダのやつら。民主主義民主主義金しか考えてないだろう。ラップで乗れない関係だけど自分のハートを感じまってるな。俺解放できてない。でもごめんねクロピー、酔っ払ってしまってる。確かに感じまう。全然 OK 問題なし。そして上がってく存在価値が一番大事。その後420存在価値より420まずちょうだいマジっていうような感覚でこれは OK 掴むぜ挑戦。よいや挑戦権クロピーの枠で本当に散々ね遊ばせてもらって本当にいいわ。言わせてもらうこと残念ね本当にクロピーマジごめんね。場に追い込んだの俺ね。関係ないけど本当にごめんね。本当に謝る気持ちが大切ね。よ別にそんなことは思っちゃいねえで場に追い込んだあれはそうスギちゃんやコラさんのネタだと思ってる。全然そんなこと一回も俺はぶっちゃけ思ったことないよ。この内容の中のビーツに弾くインあれは適当な感覚。喧嘩とつってやってるのは俺半分はネタだから問題なく。いやネタのネタの話あいつらがネタって誰が言った。このリズムに誰が乗ったよりも俺は本当にリズムに乗った。だから周りに叩かれる関係ないけど俺を叩く奴らは狂ってる。頭狂ってるネット病だ。俺はリアルで狂ってるリアル病だ。とりあえず俺はやってるネタたまにそう配信でネタだからとりあえず起きていない時もある。これはちょっとごめんね。だけどネタって言ったらやっぱり寿司で言うならばうまくなきゃ意味がないじゃん。だからこそまあいろんなネタがある。それをどんどんつまんでいく。いやつまんでいくネタで俺たちは本当に戦ってる。本当に緻密な部分を刻んでるファイターだからネタって言われるのは本当に、ちょっと違うな。噛み始めた俺が何を噛んだ。でも噛みがかってるのは俺の方だ。だから本当にマリファルネ決まってんのか。ずっと捨てねえよ1時間前だ。確かにネタで言ったら強くなければいけない。よだからネタって言った強くなればなっちまうぜターミネーターとか。まあとりあえずまるで噛む。とりあえずそう噛んじゃう。噛む噛んだ噛んだだけどそう何か匂いするこれ長年の噛んだ。いやー
いや、感じかんだ。あんたの長年家の信憑性があんだ。だからアンダースタンド、アンダーグラウンド。本当に、下で締められたら終わっちまうもんだ。だからそこじゃねえよ。本当に語り合いたいとこは、クロピーの話は本当に出現性よりも、出演性よりも本当に、表現性がある。間違いない。そう、俺たちがアンダーグラウンド、つまりは地下。そして、そう、俺の彼女、昔の名前は地下。とかまあ言っちゃう、まるで地下から地盤地下起こすような感覚。いや、まあ、俺も行くぜ福岡親不孝、マジビッグリスペック。いや親不孝、道理があるぜ福岡に地盤沈下しての博多駅の前。その時はみんな困っちまったもんだ、吸ったもんだ。そこで葉っぱが止まっちまったもんだ。そこで流出もやっちまった。あの大震災で全てが終わった。次はコロナで終わった。コロコロ変わる日本人の性格。よ、とりあえず、間違いねえ。このトラック、ビートを聞けばわかるはず。よ、このビートは喧嘩祭りじゃなく、喧嘩突大会の決勝のオープニングの曲。よ、マイチェック。よ、いい感じだぜ。What's up, what's the name? ブランニッシュベリー。よ、マイチェックよりも、本当におしっこしそうな俺のファスナーにチェック。よりもお口にチェック。言いたいこと言えないクロピーの枠ではお口にチェックが一番素晴らしいような行動かもしれない。でもバンよりもバンバン花火を打ち上げたいから、タンタンと俺のリズムを刻みたいから、本当にダンダンと。確かにお口にチャック、すべてぶっ壊す like a shack みたいな感じ。ここでジャックさせる、間違いない。そう、まあそう、喧嘩突じゃなく揉め事で言ったら切り裂きジャック。へいよ、そんな感じ、yeah. まるで俺たちはどっかの枠を速攻でジャック。やお、ジャック。多分、サックよりもチャック。よ、いい感じに刻んでる。クロピーに刻もうとしたとこが全部取られてる。でもいいぜ、回転ルパン。まるで本当にルパンザサーティ。よ、ワルサー P で頭打ち抜かれてるリボルパーのサーティナイトだったら、61で決め。確かに俺たちは刻む。間違いなくその後。そう、刻む、間違いなく。だけど、刻むやつなら速攻で切る。感覚。よ、つまり言う、これはドプシー、アンダーグラウンド。へい、まるでその、この場所に来ちまったら、そうなっちまう喧嘩突。ドプシーよりも息に含める。俺は本当に深海に泳ぐ。クジラみたいな存在、たまに潮吹く。そこで本当に吹き上がる。だからお前たち盛り上がる。俺が海外を盛り上げてる。ラプーは大して盛り上げてないかな。でも本当に西野かな、震えてる。間違いない。そう、俺たちが盛り上げる。いつものように盛り上げる。その上でそう、このステージに乗り上げる。そう、その後に込み上げるものがあるものって言ったら感情。よ、そして感情8号、弾いてたあの日の思い出。いや、感情よりも感情、そこで本当にみんなを沸かすような感情を求めるような感じ。まるでコンサート、それが追加するには大事。みんなもそうだろう。まるでリムしてる、ロムしてる、関係ないけど自分の心に鍵かけてるやつ。タヌキに行くな。コメントを書け、ただのカスが。よ、とりあえず鍵をかける、つまりはキー。言うならばそう。あいつもいた、そう、鼻の穴がでかいキーみたいな感じ。とりあえずそう、心のキーロックしていく。まるでロックンロールハイスタンダードを聞いた高志郎くんとレディオツを聞いた俺、つまり言うならこれは原発運動、反原発、中指を立ててく。イエーイ。あいつもダメだった。気がついたら鼻の穴が広がってた。そんなことは関係ない。原発臨界調査関係ないけど、いきなり爆発しまった。周りの人間は収められなかった。あいつは勝手に爆発してしまったんだって言ってた。でも関係ない。あいつはまだ生きてる。あいつの理想はまだ続いてる。間違いなくする爆発。よ、その後、そう、陰謀を企む奴がいるのは間違いないさ。画策しながら、そう、そう、企むことはもうもちろんブラック。まるでフラッグよりもブラックにいる奴らの方が逆にヒーロー。これがヒップホップ。よ、路上の奴のために歌い出す。その上、そいつらの街まで俺たちを向かいます。いやー、路上。ブルーハーツが歌ってたて昔の路上。そのミュージックに惹かれちまった奴は今古城で本当に一人で城守ってる。
でもそんな人生どこが楽しい、ビートのミュージックに乗るよりもこのヒップホップの感覚を感じろバカども。俺たちは確かに一人、今いるのは一人だけど、人の里と書いて一人、つまり言うならばそう、俺たちは里に帰る時もたまにはある。今は福岡、俺は神奈川、俺はマザファカ、バカだな、浅はかな考えだったあの日から、今は隣町の静岡で一人暮らし。よう、そんな感じで俺はそう、かますでブランニューシー。いやお、ブランデーシット、シット座っちまったら本当にきっと未来が見えないかなって思ってたあの時、ちっちゃい時こんなヒップホップにハマるとは思ってなかった日本。だからそのままポンポン、けん玉みたいな感じで丸く穴に収まるんだったら嬉しかったけどな。生きにくいものだ日本、そこ勘違いすんな、きっといつになっても変わんねや、いつになっても変わんねや、こうしろくんせや、ガキの頃からそのまま大人になった典型的なパターン。せや、いつになっても変わんねや、せや、いつになっても変わんねや、ネットに湧いてくるウジ虫殺害、わきあさぱきなまらぱきなぷ。よーよ、いつになっても変わらねえ、いつにな、いつになっていて1227、つまりいつになで、これはそう、つながる数字遊び、言葉遊び、この場の囲いだったらもちろんスピーカーを囲いながらもそう会話していく、まるでかっこいいって言わせるためなこれは音楽、そう道楽だけど小学1年生から聴いてる俺。よよ、でもみんな変な衣をまとい、かっこいいってことは炎をまとい、ま、いや、小学生の時にやったキャンプファイヤーを思い出し、そこで何やってた、みんな同じ火をまとい、そこで温まって同じことを語り合った、その時の気持ち忘れんな、お前たち全部忘れちまってんだ、意味せんだ。いや、ちょっと落ち着いて、いや、ちょっと落ち着いて、いや、心は燃やしても行動は落ち着かせないと、余裕ない男って見られるぞ。いや、女は余裕ある男の背中を追いたがるもんだ。いや、それがわからねえ、お前性欲はモンスター。いや、ガキの心はもう…よう、確かにそう、落ち着いて、だけど俺はライミングで落ち着いて、もちろんラップやってるぜ、間違いはなく、そしていつものように余裕よりもぶっ飛ぶ、まるでそう悠々と上がってく、かましてく、笑ってく、よう、余裕よりも俺たちは飛ぶ。よ、トップの海岸線、わかるか、海賊も余裕で漕いでた、でもライミングよりもスイミング、あいつらを追い投げた、だからタイピングに走った。お前たちは何も分かってない、現代社会はなんだ、みんなタイピング、でもライミングよりもタイミング、今生きてんだ、みんなで泳ごう、スイミング、ライミング、タイミング、スイミング、誰でも踏める、言えたら他人と一緒に言葉並べてるだけ、もう B ボーイには興味はねえ、お前に語る資格もない、ない、ナッシング、俺ならばラップしてブレッシング、ゲッ、ゲッ、煮込む、まるでもつ煮のような美味しいラップ、よう、煮込む、煮込む、よりも俺たちはネタを仕込む、よう、もちろん即興も大事だが、俺たちは音楽で奏でる、かませる、よ、奏でる、ライカ奏で、隙間のスイッチを押すぜ、よ、ポチッとな、みたいな感じ、その後飯はごちそうさま。いや、お前の音にハマるぜ、クロピーいいな、毎回イリズム刻むぜ、そのままロックビート、だったら俺も乗せれるぜ、いいぜ、公園で一人だぜ、そのままやってくぜ、大声出しても誰に叱られることないぜ。よ、みんなと刻めるか、俺のリズムのイズムに入ってこれるか。いや、刻むじゃなくて、俺ならばパッパで刻んで、鮮やかにお前の言葉を刻む。ああ、ラップバトル負けなんだけどな、決まってたら。まるで人のマラドーナ、ちょっとお前人の話をまず聞こうか、マラドーナ。お前の話はいいよ。お前を相手にまたを開かせてくれない、マラドーナ、また。よ、マラドーナ。あ、ちょっと待って、これ違うわ。よ、マラドーナよりも俺たちラップをかまそうか、これはターゲット、いつものようにバッチリ、ま、かませるマーケティング、ああちょっと感じました。よ、公演でそう、とりあえずサイファー、そう、とりあえずサイファー、俺たちだったら回してる場合なの。いや、公園で永遠とサイファー出てて、もう本当にそう、ゲットゲットできる自分のリスナー、クルピはターゲットに強敵で
そこで自分の獲得してるから魅力的ねってやってる。実際俺の敵ね、覚悟しとけ。あれ何言ってるかわかんねえ。あれ何言ってるかわかんねえ。いや、お前ってやっぱ組まれて何言ってるかわかんなくなっちゃうもんな。いや、そういうこと。いや、お前の限界処理能力、限界取得を突破、わかるか。よう、一人で公園でサイファー見られた。木の陰で隠れてる日陰さん。とか、まあ言っちゃう。これはいい感じだぜ。ライミング、タイミング。よう、間違いなく詰まる。よう、だけどそう、言葉の強よりも心、気持ちがもっともっと詰まる。よう、もっともっと詰まる。さっときっと本当に。日陰さん、俺が小学生。芯が生えてない時からあいつ芯が生えてた。わかるか、グロピー。勝てない存在。俺はどこにも、たどり着けない。日陰をガチリスペクト。いや、もっと落ち着けて、もっと落ち着けて、もっと持ち着けて。いや、もっともっと、いや、お前が俺の森持って、いや、もっとお前をボコボコ、お前、こいつさ、もこもこ、ロコモコでも踊ってやろうか。よう、確かにモルモット。よう、いつものように、モルモット。そして食べるホットモット。そう、喧嘩取つならホットモット。ほどほどって言われるほどほど。ちょっと曲を止めてくれ、なんて言われても俺は止めやしない。俺はこの場所で負けやしない。いや、負けやしないけど、本当に負けを切れることしか俺考えてないから、ホットモット。今年だぞ、ほんとあいつらの行動。だから言わせてもらえない。喧嘩機会はつまんないな。もっと言わしてもらいます。自殺が何なの、殺すが何なの。ちょっとクヨピー、いやいや、つまんないとか言ってるけど、はい、お前が一番つまんないけど分かるか。一回おしっこしていいですか。あー、いいですいいです。あ、じゃあ水でお願いします。あ、ゆなちゃんいらっしゃい。はい、あ、じゃあちょっと2人で、じゃあ一回飛ばすね。つまんないとか言ってるけど、一番つまんないのお前ってことを自覚しなきゃ。お前は喧嘩取ったら中でネタにされ、バカにされ、それでも這い上がるお前のメンタルに集結して押せるだけの話。クロピーを見習い、数々の企画をして成功する。いや、俺が尊敬してる一人でもあるクロピーさん、かましてマイクパスよ。確かにしているのは企画よ、その上してるよ自覚。そうしてそう磨いてるぜ味覚。そう、その後見ている視覚ならば広げる間違いない。その後そう、もうこのイベントでよ、何か仕留めるんじゃなくて客の心をしっかり射止める。聞こえるや、聞こえるや、みんなの歓声が俺の耳に聞こえるや。いや、あいつがトイレに行ってちぎった。いや、俺はちぎりたくねえ。人間性をまず見直せ。こうしろうか、こいつがただの素人もんのラッパー。いや、マジでかますな、人かませんや。お前はゲームやん。よう、まあ白うと、よう、白からなっちゃう黒。よ、黒を白って言われたから、そう、白が黒に変わる、これは瞬間だろ。よ、つまり言うならば色変わり、心変わりする。だけど大丈夫、変わり変わり時代が、背景が移る。いや、白から黒、いや黒さ、まるで黒と見たくなく、俺はあの白き幼女を歩く苦労しながら、いや、こうやってたくさん歪むのを楽しむもんだな。久しぶりにしたサイファー、サイファー、波に乗らりならな、乗らりくらりながら、くだりながら、自分のラップの限界を知る、それがラップの楽しさ。いや、こそけ、ああ、たぶん、まだ、しょんべん、よう、挑戦、ノーペイン、ノーゲイン、よう、これは良かった、俺はこらった、みたいに隠れる、一つ草むら、よう、その草の中から、煙が立ち上がる、なり上がる。こらった、俺がこうするのターンを、次々もらった、今のように、いや、現状、あいつは離さず、俺ら二人でパーリーナイスタッフ。まるでポケモンならば、いや、コンシローはなんだろう、ワンワン吠えるヘルガーみたいな感じ。あいつは知らん、あいつとやっていくか、えい。あ、いいよ、これだけ。ああ、
多分まだそうしょんべん中よ、これも挑戦中、調整していく冒険、こんばんは。温暖化どうなるかわからないけど、俺は読んでた小学館。いや、そろそろ準備か。おお、オッケー。オッケー、順番変わろうか。話を任せしまったな。おいよ、違うぞ。次、ケンシロ君と呼ばれ決まったぞ。あ、ご職、ご職で。湊、湊、ご職で。いや、湊、まるでお前は本当に防波堤か。お前そこの港には止まねえな。だから俺がケンシロ君、わかるか、俺の指示に従えって言ってんだよ。お前みたいなやつはサイファーもできねえやつだな。大してラップの傷もリズムを刻めねえな。お前は傷だらけの存在か。心に傷をガラスのハートだな。サイファー自体はできてる現状。さっきテロップに書いちゃったミナトからコンシロー。だから俺たちはさ、全然おかしくないと思うけど。いや、なんならお前が席外したのが普通に悪くね。それもわかんない時点でお前のラップのセンス解明。よう、これは、そう、守るぜ、順番。よう、順番、そして、銃弾。だったらば、上に向ける。いつものように、バン、ライカ、ボブ、マーリーのように。まるでそう、ボンボンくらって叫ぶよりもそう、ガンガン、ヤーマン。よう、いつものように、軽く、ジャーマン、みたいに決めて。よ、ジャーマンよりも、スープレックスでかます。俺、家に帰ったら、本当にうちの母親から罵声かませられる。でもそこで何を決める、酒を決める、一句を注ぐ、関係ないな。トイレで行って一発決まってきたぜ。そこでリズムを刻めるぜ。いや、そうだな、まだ実家暮らしだったな君は。そろそろ旅立ってほしいと俺は思ってる。でも悪くは思わねえよ、こうしろさ。いや、お前のも一つ一つリスペクトかますだけ。わかるか、こうしろ。ラップで語れてもリアルを語られてもいいじゃん。よう、いつものように俺もたまには帰るぜ、実家。だけど家族のご飯っていいなと思いながら涙するぜ、実感しながらも、そう、いつものように一発出発。まあ、地元に帰れば大好きなホーミー、仲間たちと会えることに幸せを感じる。いや、関係ないけど、俺、実家にいつ帰ったか分かってねえから、モンゴルだったらホーミー、自分のホーミー、自分のホームに帰る、歌を奏でながら、そんな簡単な話じゃねえんだ。俺はコロナで狂っちまったんだ。お前のその脳みそ、どこで回転してんだ。今の日本人理解してんな、お前だ。いや、全部コロナのせいにするんじゃなくてさ、立ち上がって他の道を探そうと思わない時点で、コロナ以前にお前が狂ってる。それは分かんない時点で、俺はお前に怒り振るってる。分かるか、言い訳をしてんだね、こうしろ。自分の力立ち上がる。よ、とりあえず狂ってる。みんなが黒ひげ来るって言うから、そう、俺ももちろんいろんな街行く。そして、その後見せるライブ。そして、ライフ。俺のスタイル。その後スマイル。よ、いい感じ。ステージの上立ったらない。俺にはブレーキ。よ、言い訳じゃないからくるっと回る。東京から帰ったのは全然違う。だから言わせてもらいます。俺は本当に何かに諦めて帰ったんじゃないって。実家に帰ったのは10年ぶり。母親とばあちゃんは感謝してくれた。だから毎日毎晩飯作ってる。あいつらに感謝、全部返してる。それが何の文句ある。10年ぶりに帰ったって言ってるけど、毎日日頃日頃ずっといるってどういうことっすかね、コウスローさん。いや、お前は最初一人暮らししようとしてコロナで諦めたんだろ。それ諦めてんじゃねえか。いや、立ち上がろうともしない。いや、親の船を借りて毎日美味しい食事を食ってる。別にそれが悪いとは言わないけどさ、自分自身諦めてるって言ったと。よ、とりあえず秋やめる。だけど秋が来る、そして冬が来る。冬の時代を超えたら春が来る。春一番の風吹かせる。そして夏が来て、そう、自分の時代が到来。調子はどうだい。まるで膨大な夢を持って俺たちは一歩一歩歩いてる。だけど俺は寛大、親のすねをかじってる。まるで壮大な夢を語ってる。関係ないけど、てめえ何を言ってる。俺は上のすねかじったことをね、東京で失敗したただ存在だぜ。でも戻ってきた。それでなんでかじってる。俺は今親に感謝してる。そうだよね。失敗して戻って、今美味しい飯食って寝床もあるんだよね。それが何なんだよ。自分は一切金を払わず。お前そこ言うなよ、これ。いや、そうやって苦しいな、お前本当に。お前のバースじゃねえんだよ。ただの喧嘩取っちゃねえかてんな、これ。いや、自暴自棄だからめちゃくちゃ被ってる。調子乗んなよ、これ。皮もかぶってる。恥ずかしいな、こっちの。
お前だろ、ほら。この後、じゃあ、とりあえず喧嘩突が勃発、スタート、スパッと決めるような感じ。まるでそう、スパッツを破きたい。これが俺のエロい感覚。ワンドブル、俺は笑うよ。これはそう、俺はあと2分で終わる。だからそう、とりあえず、幸四郎くんのワークでワクワクさせるような感じで、とりあえず、港が上がる。いや、ただのクソガキ、お前が何言ってもワクワクしないぐらいに、好きのワクワクさえも引っ張り、はたれ。何言ってんの、てめえの暴発には何も止まんねえよ。てめえみたいな何もリスペクト、ワクな MC はファックだ。お前みたいなさ、信じないよ、ただの童貞が。知らんみなと、俺。いや、クソガキだと思うけどな、人のバス停に喋り出す時点で、お前の存在価値がわかるよ。ここら辺のマナーしっかり守ろうぜ。失敗して実家に戻ったってお前自分でも公言してるやん。そこはもう自分で諦めてるやん。コロナのせいにして一人暮らしで失敗してもうしません。ふざけんなくて相当するな。よー、とりあえずしちゃうぜ。公言攻撃開始、間違いなく攻撃。いつものようにこれは鉱山よりも攻撃。いつものように峠を越えたあの街から、そうこんばんはで温暖化調子どうなんだって言われても、よ、こちら、調子は最高だ。ヒートテクション、やりも赤字だ。数字が赤を刻んでる。だから、イミテーション、3、2、1でもう終わりだ。赤目の俺はもうダメか。関係ないけど、お前はどうだ、みんなと刻めるか、自分のリズムこの後にもな。次の枠に行く、体力があんのじゃ。てめえのことボコボコにするぞ、こんなカスが。次のマフィポインにあるから運転しますって。いや、リズムを刻めるのかって最初の言ったよね、お前。また同じことばかっと繰り返したら俺の言うことなくなってるじゃん、お前。恥ずかしくねえのか。一気に見たい、なんか。お前の言ってることってブレブレ、ピンがブレブレ、ピンコの玉もブレブレ、ピンマジの